さあこのマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。いざ勝負よ。いい戦いになりそうだ。ラウンド1ファイト。さあ開幕、両者はどう動くか。玉で揺さぶりをかけつつ様子見か。距離を離しても相手の行動をコントロールしていく。間合いは十分、ここからどう立て直すか。一旦距離を離して戦況を分析、次の狙いはどこに定めるのか。ドライブゲージは十分、勝ちへのイメージはできているか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ガンガン前に出る。投げ間合いを作っていく。互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここから試合は中盤となる。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離、ここでの押し引きが重要になる。投げ抜けの間合い、プレイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。さあ武器を見せて、ここは間合いを測り合う。アバンシュ中段で揺さぶる。プレイヤー2、もうドライブできない状況。最後は投げでフィニッシュ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。いきなり仕掛けた。どちらかが仕掛けていくのか。玉で状況に変化をつけるか。相手が地上にいる時だけ玉を打つ。この玉打ちには年季が感じられる。プレイヤー1、画面端のいい状況。真空波動拳、さあまとまったダメージが入るぞ。ここから、さあここからあるぞ。うまく出し抜いた。何を狙っている。さあ体力差ないぞ。試合が硬直したか。水面下で何が起こっている。中足が刺さる。これはドライブ、投げて痛いダメージが入る。すかさず中足。プレイヤー2、巻き返しの体勢は整った。この後の展開に見えているか。この投げを、さあここから立てない。一旦この状況からオーバードライブ遊んでるのか。さあふんだんにドライブしてフィニッシュ。プレイヤー1、やり込みが色濃くにじむ。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。さあここでドライブラッシュ。ドライブラッシュから出す技は有利フレームが増えるのでリターンは高い。ここで差し返し、パニッシュカウンターとなる。相手の攻撃の空振りに合わせてパニッシュカウンターを狙っていたか。綺麗な差し返し。両者スペース十分、どちらがラインを押し上げていくか。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。おっとここで S、 勝負をかけに来た。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。ゲージ差があるぞ。うまく運用すれば有利な状況に持ち込める。仕切り直す。投げでとどめを刺していった。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ここは投げを見せてガードを崩す。真空波動拳を打っていく。さあスピニングバードキックが刺さる。上を通していく。マジか、この飛びを読んでいたのか。受け止めながら、プレイヤー1、ゲージ有利、このチャンスを生かせるか。ゲージの運用をどうするか、プレイヤーの腕の見せ所。ここで SA 発動しているが、この SA は通らず。一息つけるか。さあここからは差し合いの領域となる。弾を打つ。起死回生のドライブとなるか。高速で状況を整理しているか。ここからの押し引きで試合は大きく動く。上はダメ、体力差がある。最後は投げる。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。中足からの飛んでいる。ライ
金を上げつつダメージを取る。うまく投げが通った。心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。ぶっこんでいった。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。どうなる。おっと、ここで SA 発動。ここでバーンアウト。ラインを上げていく。探知失戦。たくさん試合を見てきましたが、こんな試合は記憶にありませんね。